日本埼玉県埼玉市見沼区ハスヌマハスヌは埼玉県埼玉市見沼区の大技。本校では同地域にかつて存在した北足だ郡群猿が八津村についても記す。中央部を横断する埼玉県道2号埼玉、かすか線埼玉市見沼区中部の大宮第一条に位置する。東部は野党が入り組んでいる。東で東門前及び大谷に 西で、大和田町に、南で、南中丸及び南中野に、北でフットの及び堀崎町に接し、東端を、片谷川が流れる。中央部を、埼玉県道2号埼玉春日部線が横断、北部を、東部の田線が横断する。全域が市街各域に指定され、住宅や、消防署のほか、タムロンの本社、工場がある。また、タムロンの向かいには、 日立国際ヤギソリューションズの工場が存在したが解体され、跡地にはホームセンターが開業している。南部では土地区画整理事業が行われており、都市計画道路の整備が進められている。地内に縄文時代後期の遺跡である安成り工学内遺跡がある。国土交通省地下工事位置にもに2021年1月1日。 自転都道府県地下調査野とが新食によりできた農地に適した肥沃な土地を表しているように、以前は小さな水路との町が続く土地で、そこから蓮沼の地名が生まれた。実際に多くの蓮が茂っていて、レンコンが収穫されていた。かつては江戸期より存在した武蔵区に足立郡南部領に属する蓮沼村であった。また、寒影期には南部を蓮沼村、 北部を去るが、八津村に分かれていたとされるが、その後の検知記録によっては、故障が混在している。村高は、昭法年間の、武蔵国伝園墓では百八十六国余り、元禄豪庁及び、天保豪庁では二百十九国余りであった。スケ号は、日光成街道岩月宿組合に、出役していたが、漢方法暦年間は、中仙道大宮宿にも、 大出役していた。活性期の世帯数は59件で、村の規模は東西4兆余り、南北2兆余りであった。2017年9月1日時点の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。